昔姉が糸引から帰ってきて5円欲しいって言って親父ね、うちから暇出された場面のことは、俺はよう覚えとる？親父は金のこととなると、まっこと一夜やったでな。俺も兵隊に行った年にこんなことがあったでな。前の年の秋に祭りがあってな。若いもんが、紙細工やなんか、張り物の撤退をしとってな。腹が減ったで、うどんを、割合で煮て食ったわけよ。おらんたもんてが。そして、俺の割り当ての13銭ぐらいやったと思ったが、その割合のことを親父に話もせずのいて入営してしまったってやつよ。こうしたらその請求をしてこいたってやつよ。そのもんてから。そいつでこんのくらいな長い手紙をな、俺はタイ入ってからもらって、ほっとね、俺はしまったと思ったな。借金しといてだいたい黙っていくってことはね、って言ってな。そのくらいやったによって、姉のもな、俺はその時の現場は知っとるが、もらってきたどんだけの金じゃったしなんが姉はしっかり手にも取ってよ。それとさーっとこうみんな親父の手に、私は、親はそれでよしやったんじゃけんど。姉が手に持ったまんまで、5円欲しいなんて言うもんやで。そしとるうちに、むさむさーっとしたんじゃな、親じゃ。リズメからいや、こんだけもらってきたって言って、しっかりまあ抱いて。そっからおぶんのものを送れって言えば、右から左へ渡してくれるっていうのは、ほんとじゃらずな。そうしてもらえるっていう信頼もなかったわけやな。一旦全部与えてもらってから、これこれでいる。いくらくだれ、っていうことが、おそらく姉の根性では、言いのくいで、ほんで5円だけは手前に持っとりたいっていう気持ちもあったんや、それはな。そういうとこね、何やら俺が考えても、なっちゅう難しいことや知らんと思うようなことがあることあるんや。35円なら35円のものを全部抱いて、こんだけもらってきた。ほんでも5円は、今度どっちみちまた行くんやで、俺は持っといたい。といや、そうかそうか。って言ってもいいんじゃんな。そりゃ。そこね、信頼感もなかったんよ。信頼感がないってことは、俺はもう金金を15円なら15円もらってきて、13円やったって言って親父に渡さんにゃ、ちょっとも手そくれまえ。そういうことは俺はもうたびたびあったな。しまいな、こすなってな。いつかなら、いつかで、いくらって言ってたさにゃ、親じゃ、絶対に業者せなんだでな。はじめのうちは、やっぱり俺も、丸ごで、抱いたんよ。ところが、出すことはよけれど、そんね、くだれてて、心よ、抱いてくだれんでな。こうなると、なんやらそこに、とまずい問題ができてくるな、親子の間に。まあ、親父のことで、姉とも、つくづく話すんじゃが、草刈りに行ってもそうなんじゃが、一日に、12足買って、田んぼへ敷いて上がって、もた、旦那春太、1時頃から、魚釣りに行ったり、遊んだり、っていったような時期があったわけじゃな。そういう自分でも、なんじゃな。親父が子供の気持ちをガイヨーなしてやってくれりゃいいけんどな。釜一つ、といてくれやせんし。姉ねでも、手伝って、お腹いてもくれやせんしな。手前がカラスと思うだけかりゃ、おねて、たーっ、手伝ったと、置いててまうんじゃしな。大豆酒屋のあたりまで行って、姉と俺と、ついてやったわけだけど、親へと来たら、草刈りには早いし、おねて走ってくるにも早いし、飯食ってまた上がっていく。飯食って上がってくる親父と、おらんた、やっと動画効果をおねて、出てきよって、出会うやなことは、ようあったな。そんで、それはまあ、ほっとね、そういう時には姉が
あれでもそうだれど、ほっとの親だろうかえ？っていうようなことをな、俺によーく覚えたことがあった。その時はやっぱり、俺もずいぶん水臭いドジやと思って、悪口も言ったわけだけど、まあよーくつくづく考えてみると、まあ仮によその仕事しに行っても、どういう門天が揃って仕事しとっても、おそらく親父は、断念も引き取らない仕事をやったわけじゃんな。そういう親父に、引きずられ回ったオランタに、一番残ったもんってことは、どっこ行ったって、人の下敷きになって、後手に回るなんてことはな、おそらくこりゃ、なかったってことは、つったもの厳しい、その、何やったんじゃってことを、俺は今、考えるとな。とにかく、ダチ感、トロクサイ、ってやなわけで、田んぼの仕事にしたって、何にしたって、根気にそりゃ、いじめられたわけじゃんな。おそらくそりゃ、つたまの狙いは、しっかりあったに違いないし、そしてその狙いのあったってことは、俺は後に一人前になって、世間へ出てから、なるほどなぁ、と思ってな。考えたことは、考えたけんど。この教育をしてもらううちは、ほっとね、それはあの、なんて水臭いお供え、じじやさん、と思うしかないんな、子供としては。親父は、中手焼きっての、硬い自信っていう評判やったし、その親父が訓練して、くだれたおかげで、それはよっぽど俺んたのためになったことは、なったけんど、その訓練を受けるうちのことを思うと、興味の若いもんなら、あやーな訓練をしたって、絶対そりゃ、おいでってまうんな。おりゃせん、そこらね。おりゃそう思う。こっからがしておいては、世の中に一人前にやってみせる若いもんにはならんのやし。大岡ってて、今の若いもんを、具合よー、それをさせるには、どうしたらよからず。今の若いもんは、なるほどと心の中で思っとったことでも、人の言うことには、とにかく反対に出たいっていう気持ちが強いし。まあ、よっぽどそこのとこ上手になせにゃいかんな。まあ、一番の問題は俺はこの頃そんなことはいちいち言おう言わねえど、まあ、親がやってみせることは、非常に子供には大事なことやと思うな。親が、ねちねちしとるようなこっちゃ、確かんな、子供は。親がしっかりしとらな。そりゃ、俺はまあ、どっこへも、脇行って話すとかないで、話すんじゃが、なんやな。そりゃ、ヒヤヒヤしてみとるようなことが、ようあるでな。こんなことを子供の見とる前でと思うような、ことがな。そんでも俺は、よう、バキーンとしたことは、言わねえとな。あんまり、そやなことを1から10まで、なしおると、ねえか、俺が親と、ついじゃでな。そうじゃ、まあ思ってみりゃ、俺あんたのつっさまは、親が、シャンとしとって、子供にやってみせる。そういったような点では、申し分のない人ではなったな。そうじゃれど、隣の長六では、よう言わしたな。ちゃんと正左衛門に親父が今夜おるかおらんか、わかるって。この家もね、庭しい音のするときは、必ず親父がおらん。そしてまあ一つ、市村先生が、とにかくうちで捕まえて記憶をうつさせとるとこの子供は学校ではわかる。そんで、正左衛門の浮いちゃ悪い。って言わしたいな。親父の態度ってもな、ますますおっかーってものが親しいよね。おっかーでなけにゃ、ダチかん、と子供は考えるよね。親父自身が、そうさせたっていう体やんな。つまり親父は、おぞやかがみしも起きたんじゃ。つったま人一倍の仕事しちゃったし、信用もあったでな。そんでおらんたのすることがまだるかったに違いねえし。そんでまた時には感触半分の態度のシャシャッと出る、ショーやったとは思うな。そんで随分、おらんたも、苦労もしたけんの。ほんでもやっぱり、
あんけらこんけらで育ててもらったら、おらんたももっとガチか人間だったかもしれんしな。おらんたの兄弟は、そうだちいかずのものばっか、できたというわけでもないんだでな。